こんにちは、ミニマリストのぞみです。このチャンネルではミニマリスト歴7年の私が物や家事を最低限にして自由に使える時間を最大化するコツを発信しています。今日は私の持ち物36個についてと持ち物を少なくするコツについてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。持ち物を見直したい、少しでも身軽にしてみたいという方はぜひご覧いただけたらと思います。この動画の前半では持ち物全体のお話で、なぜ私が少なく持ち物をできているかという話や、アイテム別に減らし方についてお話していって、後半は私が持っているアイテムを一つ一つ紹介していきたいと思います。まず一般的な方と比較すると、私は服が圧倒的に少ないです。一般的な30代の女性は100枚前後、少ない方だと30枚くらい服があると言われていますが、私は今着ているワンピースとこちらの薄手のアウターの2着しかありません。先日まで冬用のウルトラライトダウン1着を持っていましたが、今後オフシーズンになるという服はその時に見直して、傷んでいたら手放すというふうにしています。シーズンが終わった時に何も考えずに収納にしまい込むのではなくて、傷んでないかをチェックして、もし来年は着ないかもと思うようであれば手放します。そうすることで衣替えの時間や手間も省けます。続いてはスキンケア用品ですね。スキンケアに関してはこちらの本に書かれていることだったんですが、一般的にも化粧水で水分を入れて、必要によって美容液を足してオイル系で蓋をすればいいというふうに読んだことがあるので、最低3アイテムぐらいが目安であるとのことでした。私は現在肌断食に取り組んでいて、肌本来の再生機能を生かそうとしているので、もともと持っていた美容液とスクワランを手放してアイテムは0個になりました。肌断食については過去に考え方や方法についてお話ししていますので、よろしければご覧ください。続いてはメイク用品です。メイク用品は先ほどの本で一般的な工程として紹介されていたものを数えると最低限15個から20個くらいでした。私もついこの前まではベースアイテムは BB クリームか日焼け止めのみ、ポイントメイクはアイブロウパウダー、アイライナー、アイシャドウだけでした。それらも肌断食をやるにあたって見直して、今は日焼け止めと眉マスカラだけになっています。私がここまで少なくできた考え方については過去にお話ししていますので、よろしければ概要欄からご覧ください。メイクアイテムに関しては使い切ってなくても新しいものを買ってしまうというお話をよく聞きます。一般的には開封後半年くらい、未使用の状態では3年が使用期限というふうに言われているので、手持ちの使っていないもので、その期間ですね、使っていないものはないか確認してみるといいかもしれません。また一つで何役も補えるものはないか考えて減らすのも良いと思っています。昔の私はそうしていました。例えば BB クリームであれば下地、ファンデーション、日焼け止め、場合によってはパウダーを兼用できますし、今だとチークとリップで同じものが使える場合もあるかと思います。続いてはバッグと靴です。私は自分専用のバッグは持っていなくて、必要な時はこちらの夫と兼用のリュックを使っています。また靴に関してはこちらのスニーカー1足になります。バッグや靴に関しては用途別に分けて持つ方も多いと思います。普段使い用、仕事用、おしゃれ着用、観光総裁用といった形ですね。まずは自分がどの用途でそのバッグや靴を持っているのか、シーンが思い浮かばないものは手放せますよね。そしてさらにその中で減らしたいという方は、用途の中で兼用できるものはないか考えてみるといいと思っています。例えば先ほどお話しした中だと、おしゃれ着用と冠婚葬祭用であれば兼用しやすいと思っていて、最低バッグであれば黒い小さめのものが一つ、靴であれば黒いヒールが一つあれば問題ないですよね。私は今ヒールは持っていないので、こちらに関してはあってもいいものだなと思っています。またバッグに関しては、私が夫とシェアしてリュックを使っているように、
家族でシェアできるものはないか、手持ちのもので考えてみるのもいいと思います。過去に私の1年間の服、靴、夫と兼用しているリュックに関しては詳しくお話ししているので、気になる方はそちらの動画もご覧ください。はい、そしてアクセサリーについても結婚指輪と婚約指輪とパールのピアスだけです。女性だとアクセサリーは特に増えがちかなと思います。私がここまで減らせている理由は、心からつけたいと思う一生ものだけ持っていたいという考えで、こちらの3点を残しているからです。アクセサリーを減らしたいという方は、明日仲のいい女友達とランチするならどれをつけていきたいかというふうに考えて、それぞれのアイテムに対して候補を3つずつ選ぶという方法がいいかなと思っています。指輪を3つ、ネックレスを3つとかそういった感じですね。その3つ以外のものはもしかしたらそこまで気に入っていなくて、ただなんとなく持っているだけのものであるかもしれないなと思います。それでは私の持ち物を1つずつ紹介していきます。今回自分の持ち物を数えるにあたって、調理器具など自分以外の人も使うというものは数えていません。また書類関係ですね、こちらに関しては数えていません。まず1つ目はスマホですね。私は iPhone 13 Pro を使っています。今こちらの動画を撮るために使っているのでちょっと映せません。こちらはやっぱり必需品ですね。電話、カメラ、動画編集、SNS、カレンダー、あとお薬手帳とかミュージックプレイヤーなどが全て集約しているので、こちらは絶対に必要なものになっています。2つ目はスマホ充電器ですね。こちら今撮影の時に息子が寝ている寝室に忘れてしまって取りに行けないんですけれども、これも必需品です。これも必需品になっています。あとたまに聞かれるんですが、持ち運びできる充電器などは持っていません。で、3つ目は家の鍵ですね。こちらも必需品になってきます。で、4つ目はワイヤレスイヤホンですね。夜子供が寝た後に料理する時などボイシーを聞くことが多いので持っています。ながらで情報をインプットできるので私にとっては必要なものです。で、5つ目はイヤホン充電器ですね。で、ここからがちょっとお見せできないものがたくさんあるんですが、6つ目がクレジットカード1枚ですね。自分専用のものが1枚あります。お小遣いで買う自分の服などで使うくらいでほとんど使っていません。7つ目は図書館のカードですね。本を毎週のように借りるので必要なものになってきます。よく図書館を私は利用しています。8つ目は免許証ですね。私が住んでいる地域では使う機会があまりないんですが、身分証明書として一応取ってあります。で、9つ目は保険証ですね。こちらも必需品です。で、10個目がマイナンバーカードで、同じく必需品ですね。こちらとさっきお話しした保険証がですね、兼用できる場合があるということなので、早くもうちょっと世の中に、普及して一つにまとめたいなと思っています。11個目は印鑑登録証です。年に1回使う時があるので、これはちょっと必要なものになってきます。で、12個目がこちらのパスポートですね。私は海外旅行が趣味なので取っておいてあります。今なかなか行けないんですけれども。13個目が印鑑ですね。個人のものが1つあります。14個目が銀行のカードですね。給与振込用の口座が1つあります。私の会社はネット銀行を対応していないので、そのための口座が必要になってきています。はい、そして15個目は、こちらの薄手のアウター1つですね。こちらですね。こちらは先日冬用のウルトラライトダウンを手放したので、薄手のものが1つになりました。薄手のものは先日までモンベルのOD パーカーを使っていましたが、そちらも色が褪せてきて結構生地も薄くなってしまっていたので、買い替えようと思っていた黒色のノースフェイスのものにしました。春とか秋に着れるものになっています。で、16個目はこちらのワンピースですね。先日
購入した GU のものです。春夏はこれ1着だけで、必要になったら先ほどのこちらのパーカーを着て過ごします。こちらのワンピースを選んだ理由についても過去にお話ししていますので、よろしければご覧ください。続いてはこちらのペチコートですね。先ほど紹介したワンピースがくるぶしのちょっと上くらいまであるんですが、こちらは膝よりちょっと下くらいの長さのペチコートになっています。ワンピースが透ける素材だったので、メルカリで安いものですね、700円くらいのものを新品で購入してきています。で、18個目と19個目は下着の上2つですね。お見せできないんですが、ビアージュというブランドのナイトブラを1日中つけています。我が家は夜洗濯するので、どうしても2着必要になってきています。20個目と21個目は下着の下ですね、パンツ2つになるんですが、同じくちょっとお見せできないんですが、ユニクロのものを2着ずつ持っています。で、22個目はですね、こちらの靴下ですね、5本指のものになっています。スニーカーを履くので1着必要なので持っています。23個目はこちらのベージュのタイツですね。先ほどお話ししたワンピースはかなり丈が長めで、そこまで足も見えないんですが、履いた方が良い場合もあると思うので持っています。24個目は靴1つですね、スニーカーになっています。子供とたくさん移動する機会が多いので、スニーカーしか履きません。25個目は折りたたみ傘ですね、晴れ雨兼用傘です。昔美容部員の方が、日焼け止めなんかよりも断然帽子と日傘を持つべきだと言っているのを聞いてから、できるだけ差すようにしています。ただそのためにアイテムが増えるのも嫌なので、雨の日でも兼用できるものにしました。はい、続きまして26個目はこちらですね、こちらのピアスが1つ、27個目は結婚指輪、28個目は婚約指輪です。先ほどお話しした通り、1軍のものだけを取っておいています。これらのアイテムで普段つけているのはこちらの結婚指輪だけですが、残りの2つも身につけると気分が上がるものなので取っておいてあります。29個目は日焼け止め、30個目はアイブロウマスカラですね。こちらも先ほどお話しした通り、メイクアイテムはこちらの2つだけになっています。眉アートをすればこちらのマスカラも手放せますし、何より毎朝描く時間もなくなるので、かなりいいなと思っているんですが、2年間くらい形を変えられないという理由から、少し眉アートはやるのを踏みとどまっています。で、31個目が毛抜きで、32個目がカミソリですね。こちらのピンクの色があんまり気に入ってないんですが、透明なものとかがなかなかないのでこちらにしています。こちらの2点はお手入れアイテムなので必要なものになっています。で、33個目は櫛ですね。宿毛をかけていて、毎朝こちらのブラシでさっと溶かすだけでヘアセットは終わりです。で、34個目は歯ブラシで、35個目がコンタクトで、36個目がケースですね。こちらもなくてはならないものになってきます。コンタクトに関しては、洗浄液は夫と共有のものなので外しています。前、持ち物が50個だった時の動画でもお話ししましたが、息子の授乳が終わったらレーシックをやって、コンタクト周りの手間と時間をなくしたいです。で、今数えたもので合計36個になります。前回持ち物を数えた時は50個でしたが、その時と比較して何を減らしたかお話しします。まずは財布ですね。実験的に1ヶ月使わないで暮らしてみましたが、やっぱり私の生活圏内ではキャッシュレス対応のところばかりなので使わずに済みました。キャッシュレスが対応していない病院へ行く時は現金を持っていきますが、私のかかりつけの病院では現金しか使えない病院は1つしかないので、必要な時にお札だけ持っていけばいいと思っています。続いては冬用のウルトラライトダウンと冬用のインナー、黒いタイツをシーズンオフになるに伴って手放しました。そして靴下ですね、もともと2足
あったんですが、洗濯のタイミング的にも私の場合は1足で問題なかったので、1足を履き潰して雑巾にして手放しました。続いて手放したものはスキンケア用品2つですね。美容液とスクワラン、あとはリップクリーム、そしてメイク用品5つですね。 BB クリーム、アイブロウパウダー、アイシャドウを2つ、アイライナーを手放しました。こちらは肌断食をやるにあたって全て見直して手放しました。はい、ということで今日は持ち物を紹介しながらアイテム別で物を減らすコツについてお話ししました。少しでも持ち物を身軽にできる参考になりましたら嬉しいです。次回も私たち家族が最低限のもので暮らしているメリットや方法をお伝えしていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。